はいどうもかっぱ園長ですさてとじゃあ最後はねさっきちょこっと言いましたけどこの何様かなと <laughs> 結局この人はまあこの人でいつも通りなんでねそんなもんだろうなってとこですけどもまあこのウーマンラッシュアワーの,この村本大輔さんですよねこの人アメリカにいるんじゃなかったのアメリカでこのニュース聞きつけてなんかブータれてんの要はほらあの大久保バルさんいましたよね あのー、理由があって、ねうん、営業妨害だぞとお断りだぞといやこの中間にね、うん、でそれについて、うんまあ、こんなふに、えー、言ってるんですけど「憎悪の連鎖を作るカスみたいな、ね、お前に言われたくねえよな、うん、だから結局こいつらが、ね、意味切られるのはこういうとこなんだよな、ねうん、もう細かく言いませんけど、ね、結局原因って全部これじゃないですか。 ね、てめえたちが散々日本にね、このなんかこう、唾吐いて、ね、世話になって助けてもらっといてよ。うん。で、ブーたれながら、唾吐きながら、ね、日本に居座り続けて、それで今、このざまなんだよ。で、それを分かってて、ね、しかも、どういう国のどういう奴らかって話、まあ、僕もね、この YouTube、このチャンネル、動画でもう、ずーっと毎日、ね、あのお伝えしてますけども、結局、もう、こいつらには、ね、何言ったって無駄なんですよね。分かりっこないんで。 ね、この読解力の話もしたじゃないですか、ね。この解、理解する解の部分がもう欠落してるんで、うん。人の話を聞いてるとか聞いてないとかじゃないんだよね。理解できないんだよ。うん、だから事実をどんだけ突きつけられてもありのままに受け止められないんだよね。だから分かんないんだよ。なんで言われてるのか。うんね、なんでそういう態度なのか。なんでそういうこと言われるのか。ね、分かんない分かってないんじゃなくて分かんないの。 うん、だから無駄なんだよね。だからどんだけ説明しようが、だからこの政府次元でも企業レベルでも一緒なんですよ。ね。どんだけ交渉を重ねようが、協議を続けようが、ね。うん。何度も何度も裏切られても何度も何度も約束ね、このかわそうが、何にも意味なかったしな、意味ないじゃん。ん一回ぐらいありましたもん。ないよね。ないよ。ないんだよ。なんでかって言ったら、だからね、結局、ね、いつも問題を起こすのこいつらだろうなあ。 え嘘つくのね嘘でたらめ行為で日本に揺すってたかり続けてんのはどこのドイツなんだよはあ、もう分かってんじゃん。ねそういう国のそういうやつらだからだよ。ねなんでとかじゃないの。うん。ねなんでわかってくれないのかなとか言ってるようじゃもうダメなんだよこっちが。そういう国のそういうやつらとして対処しないとダメなの。でそれができなかったしできてないし今後も多分できなさそうだから今日本はこのざまなんだよ。 だそれがおかしいよねって僕は言い続けてるんですよね。うん。だからこいつらもそうですよ、結局は。こいつらってあの村本さんたちですよ。ねうん。わかるわけないんだよ。説明したって。うん。で、なんつってうかと,うとこの店は客の話じゃなく人種の話にしてると。客の話ならば迷惑客としてお断りしたらいい。しかしこの店は韓国、中国人と書いてる。 礼儀正しい韓国、中国人がこれを見て、ね、不安な気持ちになってると思うと胸が痛い。うん、お前の頭が痛そうだな、えー。これが韓国でニュースになった。今、韓国に住む日本人が肩身の狭い思いを、憎、え、悪、ー、の連鎖を作る、かすって言ってるんですよね。うん、何言ってんだね、全然違うね。うん、まあ、だからね、結局何言ったってね、うん、無駄なんですよ。こいつらにはね。 お店には、ね、そもそも客を選ぶ権利がありますからね、うん、だからほら、ね、日本国内の,の在日のあれら、ね、この村本さんたちに対してもそうじゃん、ね、てめえたちがそもそも、ね、日本人、日本社会、ね、散々やりたい放題言いたい放題、ね、やらかしやがってきたくせに、まあ、今も変わんないですけど。うん だからそれに対して我々が事実を指摘して、ね、それ違うんじゃないんですか、ね、嘘でたらめ言うのやめてくださいよって。なんで日本にね、唾吐きながら日本に揺すってたかり続けてるんですかって。誹謗中傷でもなんでもないじゃん。事実を指摘してるだけじゃん。うん。で、この差別は何だって騒ぐわけだろ被害者面で。うん。だから自分たちがね、この言ってることやってることに対して、ね、うん。それが事実だろお前たちが言ったことやったことだろ ね、で、それに対して我々が、ね、うん、それやめろと、ふざけんなど、冗談じゃないぞと、うん。で、指摘するわけじゃん、声を上げる、うん。そうすると、ね、差別だ、ヘイトだって、被害者面で騒ぐ、ごねる、うん。え、どこの誰に何が問題なのって言ったら、もう答え出てんじゃん。うん。だからお前らは、ね、理解もされないの。ね、意味嫌われんの。ね、原因はすべてお前らなんだよ。うん。 ね、この辺はもう折り合いなんかつかない,、うん、いやむしろ憎悪の連鎖だって言うんだったらね、うん、そのスタートはそもそもお前たちだよえ日本人に日本企業に、ね、日本社会にだもうありとあらゆる全ての日本に対して、ね、お前たちは何言っても何やっても許されてきた、ね、で実際それを実践し続けてるやがらだろ、うんね、でそんな我々からね 昔はね、それでもまだなんかお前たちにとって都合のいい日本社会であり続けたんだけど、ね、やっぱりこのネットが普及して、ね、一人一台スマホ持つようになってって、ね、ここ数年ですかね、ここ10年、20年、まあ桜井さんが言うと20年か、やっぱ気づく人が増えてきたわけじゃないですか。うん、おかげさまで。まだ足らないですけど。ね、違うもん、違うと。ね、嘘は嘘だと。ダメなもん、ダメだと。うん。 だそれがやっぱり気に食わないんだよね、こいつらは。ね、今までは散々このやりたい放題、嘘でたらまこきながら揺すってたがって、ちゅう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 日本の域地を吸い上げて、それで生きながらえて、ね、えしかも偉そうにふんぞり返って、うんで。それがだん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 できにくくなる。ね、堂々と、ねうん、今までは堂々と、うん。でもだん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 、ね、完全にではないけど、うん、完全にはないというかもう。 全然まだまだ足らないんですけど、俺から締め上げに行かなきゃいけないのに、まだまだ全然緩いまんまなんだけど、それでも気に食わないんだよね、こいつらは。ね、てめえたちは散々やらかし続けてやがるくせに。だから、もうまともに話し合いがなり、ってかもう会話がもう成り立たねえんだから。ね、だからもう相互理解とか強制とか土台無理なんだよ。だそもそもこいつらにそういうつもりがねえんだからさ。うん。 まあ個人レベルで言えば、つむ、つるむ相手を選ぶ。ね。だお店とか企業だったら、ね、お客さんを選ぶとかね。パートナーとして組む。協業ビジネスパートナーだったら、ね、つるむ相手を、組む相手を選ぶ。お客さんを選ぶえ。当然のことじゃん。じゃないと自分の身が危ねえんだからよ。えそれでも分かってて、騙され続けて、盗まれ続けろっていうか、そんなわけにいかねえんだよ。こっちも生活あるからよ。 っていう、ね、判断をそろそろ、ね、まだまだ全然足らないんですよ。昔に比べればマシなんですけども、全然足らないんで、ね、日本社会全体として違うもんは違うと、嘘は嘘だと、ね、デマはデマ、ガセはガセ、詐欺は詐欺、犯罪は犯罪、ダメなもんはダメなんですと、はっきり日本がこの敵国の敵の攻撃に対して脳を突きつけて自分で自分の身を守ることをしなきゃダメなの。 それは今まで全然できなかったしできてないんだよ。うん。それをやらなきゃダメだっていう認識にすらなってないんだからさ。うん。こっからだよ、こっから。うん。だ今後もこういうね、うん、わけのわかんない、アホなこと言うやつ出てくるよ。ことあるごとに。 ね、ことあるごとに日本がね日本人でも日本のお店でも日本企業でもいいよ日本そのものが日本であり続けるためにって声を上げたり立ち上がったりすると必ず出てくるよこういうやつがでこいつらにとっちゃ迷惑だから邪魔なんだよ、うん、でもそれをねうん一人一人我々一人一人日本人一人一人がねうん正しく認識して うん、別に間違ってることでもおかしいことでも変なことでも何でもないよ。逆だよ。むしろ今までこれを言ってこなかった、やってこなかったことがおかしいんだから。だからそういう社会を、ね、早く取り戻さないとダメなんですよね。って僕は思うんですよ。だから続けてるんですよね。うん、だからこの村本さんみたいな人はね、うん、もうはっきりと明らかに日本社会の敵なんで。うん、向こう側だよ、向こう側、うん。だからこういうリアクションなんだよ。 ゾウ、うん、こっちのセリフだよ。うん、原因は全てお前たちだよ。ということでね、えー、今回は以上です。